ねえねえ、ここに水たまりがあるの。うん、川の流れがうわーってきて、ここ分岐してて流れが止まったところがあるんだ。ほら、ここなんかいるかもしれないからさ。見て、カマキリみたいなの捕まえたよ。ツンツンしてみよう。早く、どれどれどれ、なんだこれ、飛びそうだな。最終兵器使って取っちゃった。石の上にちょっと置いてみよう。おお、羽が一対。ガガンポかもしれないね。後で調べよう。足が一つ怪我しちゃったのかな。ガガンポっぽいね。ほら、飛びなよ。羽が濡れてるんだ、多分。そのうち飛ぶよ。うん、大丈夫。ここにコモスがある。大丈夫、うん、水に浮いてるぞ、この雲。あ、ここにもいる、なんか。あれ、ここにもいるよ。石だよ。ずっとこれ石くっつけて歩いてんの。うん。テントウムシでいるか。小さいぞこのテントウムシ。すごい小さい。リア充してんのか。歩き回るね、おい。メスは花粉を食べてますね。すごい小さい。今ね、沼ってガサったら、さっきのとこのちょっとね、藁とか足とかのクズが溜まってるとこ、よどんでるとこをガサったらね、エビがいっぱい出てきましたよ。ほら、あと気持ち悪いヒルがいたよね。ヒルが何匹もいたって感じだよね。ヒルはキモい。前回はヘビトンボいたんだけどな。ヘビティはもっと向こうでしょ。今回はちょっと雨上がりで増水してて、いつも入っていけるとこ、足場が、あっこがね、ヘビトンボ見つけたとこ、あっこはね、入れない、あの岩のところの裏側がね、水が溜まってたんだよな。砂地になってた。はい、あ、なんだこれは。これ買ってみよう、買ってみよう。入ったぞ。沼より壊れるかもね。壊れるかもしれない。沼。あ、なんだこれ、土壌みたいだな。ヒゲがある。土壌じゃん。ヒゲがあるぞ、かっこいい。これ買ってみような。これいいぞ。これの手柄の手柄だ。いいの捕まえたよ。エビだらけだったけどな。一つぐらいね。へへへ、他の種類欲しかったもんね。絶対餌いるよね。この前買ったメダカの餌あげたの。あ、そうだね。あとこの前のさ、昨日買った魚の餌も使えるよね。昨日買った？
昨日買ったじゃん。ああ、赤いエビとか。うん。よし、帰ってきたぜ。さっき撮ったので、一番すごいのが、あれ、はい、じゃーん、かわいい、かわいいね、これ結構でかいね、これと比べると。うん、結構大きいよね。見える見える。うん、雨水溜めてあるでしょ、これ。それ、うん、まあ雨の水川に入るもんね。うん、あー元気になった。ちょっと元気に泳いで始めたぞ。はい。